あ、カニさんに。ここ、こうってこと？いや、捏造。ほい、ということで、今回はこの、ラッキーボーイというアプリをやっていきたいと思います。このアプリね、グローバルギアさんのアプリなんやけど、めちゃくちゃ久々。ん、来た来た。てかまず脱出ゲーム系がめちゃ久しぶりな気がする。130円。10円そこに入っとる。10円入っとるよ、お釣りんとこに。え、これ使っちゃう？足りんかったんよね。お？渡せばいいんかな。最初から自分のお金であったかのように。てってりーん。ラッキーボーイ、ここからのスタートね。第1話、あと10円足りない。ラッキー。一応さっきのも入っとんよね。第2話、雨時々あいあい傘。めっちゃ青春って感じやん。え、これは？この傘？これラッキーボーイのやつかな。はい。でも女の子2人おるよ。あ、傘もう一個あるけど。え？これは、待って。こっちの傘？え？こっちの傘やったらなんかちょっと大きめな感じがするけど。これで3人入れる？いけいけ。おー、入れた入れた。なるほど、そういうアイアイ傘もありなんやね。なんか小学生ぐらいの時ってさ、めっちゃなんか落書きであいあい傘とか書きよった気がする。はい、第3話ゼリー争奪バトル。小学生あるあるって感じやね。給食の余りのゼリー。え、相手がチョキ、2人チョキで自分、え、いかんやん。グー、待って、え、あ、こっちに行けるってこと？なになになに、自撮り中？パシャパシャ。何、ちょっとずつ移動しながら撮りよん。パシャ。お、あ、チョキに変わった。え、グーグー。あ、なるほどね。これでこっちが写真撮りよるけん、ピースして写真に入ろうとしよるのを、向こうはピースを、ピースじゃない、チョキを出そうとしよるって見とるってこと？これでいけるんやないん？実際に出そうと思っとるのはパーなんやろ？よっしゃ、いけた。私はだいたいこういうのに加わることはなかったけんね。なんとか争奪戦みたいな。はい、第4話、トイレの神様。トイレの神様って歌昔あったよね。なんかめちゃくちゃ流行っとった気がする。全然歌えんけど。え？でもこれ3箇所とも入っとるけどな。電気を消せないか。トントン。あー！アンラッキー。待って待って待って。リトライ。そこの人はダメなんやね。こっちはもうダメ。でもこれ普通に叩いたんでいいんかな。ここは最後の、やっぱダメやん。なんなんやろ、どうしたらいいんやろ、ね、このカメラのマーク何？さっきからあった？このマーク。いや、あったんか。え、何？カバン。何これ？
ティッシュ。え？ティッシュはあるけど、このティッシュをどうするんだ？入れてあげる。帰ってきた。こっちは？帰ってきた。これあれか、ティッシュがなくて困って出てこれん人がおるっていうことなんかな。この人か。じゃあ、おお、花が飛んでる。ティッシュそのまま持ってかれた。え、でもティッシュないんじゃないんじゃ。ねえ、そういうことよね。はい、あ、これで無事に。なるほどね。外からティッシュ入れてくれた人がおるって確実に分かるんやけん、返せよな、あのおじさん。よろしくないよね、そんなのパクっていくの。はい、第5話、ゲームをねだり。お得なのか、3万円。これお母さんってこと？優しそうなお母さん。ゲームソフトワゴンセール、めっちゃ積み重なっとるやん。確実に崩れてきそうな気がする。直接的におねだりしても無理なんじゃないかな。ですよね、普通に無理よね。え、違うんだよ。服のを取ってもダメ。何これ、なんか、え、なんか裏にある。え、なんかこれ壊れそう。うわ、え、壊れたけどどうするんやろ。お、なんか放送が、お呼び出し、あの店員さんお呼び出しされたってことか。お、イケメン店員来たぞ。お、嫌やったんかと思ったら、なるほど、おめかししてきたんやね。あ、これやったらさ、多分お兄さんの前でいい格好したいけんいいわよっていうことに。ほらほらほら、お兄さんに説明されて、じゃあ買います。なるほどね、これ財布の紐が緩くなるんすね。ラッキー。さあ、これで1ページ目クリア。はい、2ページ目きた。第6話、卵の中身は。卵の中身、いや、暑いですよね、そりゃ。暑い暑い。もう一回、こっちの卵かな、割ってみる。いや、割るの下手くそか。何がしたかったの。茹でればいいんかな。これを茹でれねえじゃねえか。ん、こっち、なんかおっきいのある。これは、あ、双子や、ラッキー。あ、そういうこと。あ、トーストに乗せている。双子の卵とか今まで一回も見たことないんやけど。はい、第7話、幸せな四つ葉探し。四つ葉のクローバーも一回も見つけたことない。何、アリの観察中。なんか開いとるよ。開いたままでいいん。テントウムシを入れてあげる。テントウムシ、虫かごに入れても隙間から逃げてく気がするけど。あ、これで探す？ん？違うんすか？あ、あった。あったよ。え？イエーイ！四つ葉発見。はい、第8話、雨上がりにご注意。あー、こういうのめちゃくちゃ嫌。
なるほど、そのアンラッキーが待ってるんだな。虹が出とるよ、虹。え、何、どうすればいいんやろ。車、虹、水たまり。何、あ、靴ひもがほどけた。あ、なるほどね、靴ひもがほどけたけん、これを直すんでしゃがんだらポストの影に入るけん水を浴びなくて済む。ナイスやん。うわ、しかも100円までゲットした。そんなとこまでは読めてなかったわえ、すごい。はい、第9話、モーニングッドな占い。もうずっと占いとか見てないな。なんかね、学生のうちはね、楽しみにしとったけど、なんかどうでもいいやっていう。獅子座。え？また明日ー。え？占い一瞬すぎん？え、めっちゃ一瞬やん。お？なんか、スタジオに映った。モーニングッド。次は星座占いです。なんだ？まずは12位。え？獅子座。ですけど。今日一番のラッキー星座は、カニ座。え、これは何をどうしたら、12位っていう事実を見ようにせんといかんってことなのかな。あ、カニ座に、ここ、こうってこと？いや、捏造。なんか書き換えたし。今日のラッキーが変わったってこと？今日の星座占い、1位は獅子座、学校で人気者。占い結果を変えるなよ、勝手に。ラッキーなのか？はい、第10話、漫画の続きが読みたい。私はね、小説はね、直接あの文庫本とか買うんやけどさ、漫画はもうね、あの電子なんよね。電子書籍なんよね。え、ここにないってこと？何落としてんだ。アンラッキー。待って、そこが4話やけん、次これってことやろ。そこを取るな、そこを。違うところを取れ。てかあれを動かせばいいってことか、下の台。ないやん。ないやん。あそこでなんかワイワイしよる女の子たちが関係あるんかな。持っとるとかいうことかな。返しに来た？あ、お静かに。いなくなったよ。あ、返却口にあるとか。ないんかい。あ、今返しに来た。ナイスタイミングだね。え、返した？ちゃんと今。あ、あったあったあった。イエーイ。こういうのってさ、返却口から借りてっていいもんな。向こうの人が記録したらいいんかな。